え皆さんこんばんは、シュうです。えー、今日はね、えー、ベストオブキャリバー、カレント編、こちらをさせていただきたいと思います。で、最近ちょっとオープニングの時にね、えっと、時計をちょっと隠したりとかいう形をしてたんですけども、ちょっとやめようと思いまして、もうガツンと出させていただいております。今日はこちらの3つのモデル、僕が、えー、持っている現行モデル、 で、僕が一番綺麗な、綺麗というかね、キャリバーの価値観を感じるものというもので3つ選ばせていただきました。スミス、こちら、トラベラーですね。真ん中、バルティック、バイコンパックスです。で、一番右、こちらはベーレンスです。で、あのこのベーレンスを言えるかどうかっていうのを少し悩んだんですけども、 このキャリバーはね、やっぱちょっと僕はもう、なんていうかな、友人の会社だからっていうことではなくて、あの、本当にすごいなと思うので、えー、ちょっと入れさせていただきました。で、もう先にね、順位を発表しちゃいます。第3位は、ごめんなさい、間違ってましたね。これです。バルティックの。 バイコンパックスキャリバーがシーガルの ST1901 でございます。クロノグラフですね。第2位、ベーネスのザ・ロータリー。こちらは ETA ベースのキャリバーを積んでございます。で、僕が選ぶ第1位、こちらです。スミス、トラベラーですね。ミオタの 9075トゥルー GMT を積んでいるこちらのモデルにさせていただきました。で、ちょっとね、1本ずつ見ていくんですけども、まあ、あの、バイコンバックスですね。こういういわゆるクロノグラフと言われるものですね。で、手巻きでございまして、オートマックチックではなくて手巻きあ。ちょっとあれかな、まだちょっと動いてないな。 こんな感じでクロノグラフがスタートするとちょっと眩しいかなでストップさしてパチンと戻るやつですねでちょっとねもうあのこのブレスレットをちょっと外してるんですけどもちょっと近づけていきますねこれピンときてるかな なんかちょっとおかしいなちょっと待ってくださいね。よいしょ。こういう感じですね。あの、これをもう選んだ理由はね、綺麗です。もうめちゃくちゃ綺麗なキャリバーですね。うん。あのー、まあ中国のね、シーガルというブランドのキャリバーなんですけども、あの、非常に綺麗にね、手のこった、 あの作りをしていると思います。で、こういうエッジの部分の研磨であったりとかいうものも非常にね、あの、綺麗に作られていると思うので、じゃないとまあ、ボルティックとかね、あとはローリエもこれを積んでるんですけども、この機械を選ばないと思うんですね。あの、本当に悪いものだったらね。なので、それでまあ、その世界のね、マイクロブランドを最近すごく有名になりつつ、マイクロブランドが選んでるというのも、 一つという、こう、シーガルの信用性の高さなんではないかなと思うので、こちらはね、ちょっと僕は入れさせていただきました。こんな感じ。で、うんと、どこだこうか。ここで、クロノグラフが始まります。で、止めて、戻るという感じですね。こういうね、すごく綺麗な、 色の組み合わせでございましてこのポリッシュのところとこういうちょっとねあのラインが入っているところと本当に綺麗な作りをしている時計だと思いますであのー、僕もガンガンこのバイコンパックスは使いますけども全然今んところねあのこういうところがずれたりとかクロノグラフでちょっとこうずれたりしますよねそれは今んところ僕はありませんなのですごくねいいキャリバーだと思うのでこの辺はねすごく価値観あるかなと思います ぜひちょっとね、クロノグラフをお好きな方は是非その ST19 は是非ちょっとね見ていただきたいキャリバーですねこんな感じの時計ですね時計はねこんな感じですねでこういうね感じのキャリバー非常に綺麗なキャリバーだと思いますこちらが私が選ぶ3位バルティックのバイコンパックス ST1901 でございます 第2位いきましょう。第2位はね、もうこれです。友人のブランドなんですけども、ベーレンス、こちらのザ・ロータリー、マツダのロータリーエンジンから、えー、ヒントを得て作られたキャリバーでございます。で、よいしょ、こんな感じなんですね。で、元々は ETA、ETA の28244を、 ベースにしておりましてそこからこんな感じにね変化をさせているものになりますこういう感じちょっと近づけましょうかであのお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども左右非対称なんですねこれ少しね胃がんで入ってましてこういう感じででこういうところをしっかり全部ね手作業で研磨が入ってございます なので非常に綺麗なね、このキャリバーをしてて、で、このまあ、ローターがね、少しこう変わった形のローターがまあ、これもね、あの、ロータリーエンジンという形を模倣して作ってるんだと思うんですけどね、こんな感じでね、すごく綺麗なものですね。こういうとこですね。で、まあ、こちらはね、もう表がね、ものすごいので、よいしょ。 こういうふうに待っていくというものなんですけども、こちらの方はね、実際にあの僕のはちょっとこれ限定モデルなんですね。で、まあ、社長が私、友人なのでね、いただくという形で私の手元にはあるんですけども、実際にあの販売という形になっちゃうと、えっと、日本円にすると大体80、ごめんなさい、80万円ぐらいになってしまう時計なんですね。 なので、非常にまあ、ちょっとこう、高価なね、ものにはなるんですけども、このね、この時はね、この、サファイアクリスタルも見てほしいんですよね。ものすごくきれいな、これ、ドーム型のサファイアクリスタル。すごい透明感なんですよ、これ。これも一個一個職人さんが手作業で作っていらっしゃいます。手作業で研磨してということをやってるんで、1日に、 5つできないって言ってたと思います。こんな感じですね。私が選ぶ、えー、ベストキャリバーオブザイヤーカレントモデル第2位はベーレンス。こちらのザ・ロータリー。こちらでございます。こんな感じですね。よし。で、なんかちょっとね、ライトが今日もね、なんかすごく嫌な感じの感じだな 1> 第1位、こちらです。スミス PRS58 トラベラー、こちらにさせていただきました。でごめんなさい、こちらね、裏蓋を開けるのをちょっとチャレンジしようと思ったんですけど、かなりちょっとね、硬くて、ちょっとこれ以上するのが怖かったんですね。なので、ちょっとこちらの方は、キャリバーを開けることはさせていただきませんでした。で こんな感じのね。まあ、これを選んだ理由は一つだけなんですね。これです。単身が独自に動くというものなんですね。なので、あの GMT、TrueGMT というものの動画たくさん上がってると思うんですけども、これ、ものすごく簡単にね、合わすことができるんですね。 え僕ちょっとまあ今月末ぐらいにね一旦ちょっと一時帰国させていただくんですけどもその時とかね持っていこうかなと思ってますあのー、本当にね現地についてパチッと動かすだけパチッと日本の場合は僕が住んでいるところよりも1時間時間が早いですのでパチッとするだけという感じねそんな感じをね ちょっと思って、こちらの方はやっぱり GMT って世の中にたくさん時計あると思うんですね。まあもちろん有名だったら GMT マスターとかね、ロレックスになると思うんですけども、あの、この TrueGMT、あの本気仕様用な GMT っていうことを、まあなんかミオタのね、ホームページに書いてたんですけども、あの、そういう意味でね、ちょっとやっぱりこの単身が独自に動くっていうのは僕も初めてで、最初やっぱりちょっと勉強しないとわからなかったっていう。 キャリバーなんですよなのでそういった意味も込めて他のキャリバー複雑であったりとか綺麗であったりとかいうのはあると思うんですね。というの、ん、もこの t r u e g m t に関してはやっぱり独特のやっぱり使い方と言いますかあの機能性を持ってると思ったので私はカレントモデルの、えー、ベスト・オブ・キャリバーはこちらのスミスにさせていただきました。こんな感じでね今日はえっと ベストキャリバーオブザイヤーカレント編っていうのをさせていただきました。なので、こんな感じであこういう感じでね、なるんですけども、あのー、どれもね、ものすごくいろんな職人の方、設計士の方がいろんなことを考えてね、作られたキャリバーだと思います。なので、そこに1位も2位もないんだと思うんですけどもね、あのー、 あえて言うならという形で今回も選ばせていただきました、えー、またねもうちょっとで400人に達そう達し達成できそうですね、えー、またよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますコメントは必ずお答えさせていただきますのでまたよかったらコメントもお残しくださいませ本日はキャリバー、えー、ごめんなさいベストキャリバーオブザイヤーカレントモデル編こちらを皆さんと一緒にさせていただきました 本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次はね、ベストオブ2023年ヴィンテージ編というのが来ます。これの方がちょっと面白いかもしれないですね。なので、これもできたら明日、明後日にはね、えー、アップしていきたいと思いますので、ぜひまたよかったらご覧になってください、えー。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。